尾崎謙僧の娘忍野は江戸娘にしてはやや豊満の方でその愛嬌は泉のようでした大きい目が少し青ずんでくげ眉がかすみ鼻が柔らかくて笑みを含んだ口元は分けても非凡でした抜けるような色白少し小さい耳それが血を失って老化して死に顔の高貴さは 驚くのほかはありません。失礼ですが親御様ご承知くだされば人形師妙里にお嬢様のお顔を写し置きとうございますが紙と筆とを取り出した凶獄を迎えて小崎謙荘はうなずいたのも無理のないことですこの死に顔はこのまま大地に返すべきものではありませんありがとうございますかような下心で お仏様をここへ移したと思われては私も愛すみませんが兵国がそう弁解するのはやっぱりその下心があったからでしょう平治はそれを邪魔しないように少し座を滑って差し控えました八五郎も又市も庭へ出て生垣越しにのぞく八敷馬に備えたことは申すまでもありません。人形師の娘の娘お島は、 縁側に控えてて父親の指図を待っております「春の日は庭から繁栄してこの娘の不思議な存在をはっきり照らし出して覆うところなく相対した八五郎に読ませます」「死んだ忍野よりは二つ三つ年上らしく二十歳か二十一にもなるでしょうか色の浅黒い目鼻立ちのきりりとした それは素晴らしい魅力です。意思と栄知と情熱とに燃えるピチピチするような娘姿です。第3章人形師の娘おしまは慎み深く膝に手を置いて父の作業の終わるのを待っております。八五郎はその間少しの距離を置いて相対して人形師が人形を調べるようにまつげの数までも読んでしまったのです。 生え際が少し広く男びたいのように滑らかで眉は長い方でした目は方眼というに近く鼻は少し高くジの唇はキリリと引き締まっていかにも立派な顔です何よりの特色は頬から顎へかけての線の豊かさでにっこりすると百尾たちまち生じて愛くるしさは類もありません やがて死に顔を写し終えると京極はそれを鳥の子紙に重ねたまま父親の喧騒に見せ平治の前に回しました父親はわずかに一見しただけ平次は念入りに見ている様子ですが何を思ったか立ち上がってそれを手習い机の上に置き差し当たって改名代わりにしたのは思いつきでした。それから、 始が始まったのは昼少し前でした平次の説明を聞いて見回り同心の一行が引き上げるとあとは潮の引いたようですおしのの死骸を取り納めて松倉町の小崎健三の家へ行ったのはやがて昼をだいぶ過ぎてからでした事件はこうしてとにもかくにも一段落になったのです。 明神下の平治の家へ帰ったのはもう夕方でしたすきっぱらをお茶でごまかして八五郎は平次にいろいろの問いを投げかけながらおしずのこしらえている飯を待ちます仏様も大した器量だがあのお島という娘には驚きやしたよおめえでも見落としがあったのか向こう島の伊達下にあんなきれいな鳥が住んでいようとは夢にも思いませんよ ところがあの寮にはもう一人娘がいたようだな。お勝手にチャラチャラしていましたよ。親分も思いのほか目が生え。褒められるほどのことはね、水をもらいにお買って行ったらお辞儀をされたよ。重視ですってね。かわいい娘でしたよ。お島の妹だそうでまだ子供ですが。はち、あ、はやっぱり、いい娘のことは早えな。 ところで、あの人形師、京極という男は、行き届いた親切者ですね。娘は綺麗だが、その代わりあの男は、絵は器用だけれど下手だよ。へえ、おしは死骸を写したのを見ませんが。素人の俺が肝を潰すほど下手なわけはねえが、仮にも人形師ともあろうものが。あれは、見せ物の人形作りですよ。絵で飯を食う人間じゃありません。 娘へのごひいで父親まで褒めるのか平次と八五郎の話はいろいろの方へ発展して平次の推理と想像を刺激していく様子ですところでクセンはどんな野郎でしょうあれほどの娘を殺してパチナ当たった野郎ですね娘が三人行方知れずになって四人目は殺しか 妙にそこが深そうだぜ。でいち俺にはあの殺しに使った道具が分からねえよ。おいくちや脇きしじゃありませんかいやそんなもんじゃねえ。刃の厚い先の三角になったそんなものは土手にも死骸のそばにもありませんでしたね。明日でも松倉町へ行ってみよう。分からねえことばかりだよ。平地の深い疑惑は温かい夕下の,の前の前で中断されました。 妖怪変異化第一章明くる日平治は他の御用に妨げられて本所へは足を向ける暇もなく代わって八五郎は松倉ちょぼの小崎賢三の家から殺しの現場向島の牛の御前まで回りました「いやーもう驚いたのは驚かねえの」。そんなことを言って路地から鳴り込んだのは夕方。 平はそれを心待待ちに待っていたのです妙に物驚きをする野郎じゃねえか虫の毒だぜでも「バカ帰れ!」を食わされると驚きますよ鉄線を車に構えて正堂で死のたまを抗議した先生だその気合の激しいということは下っ腹へずんと響きましたぜその音かさっきズシンと来たのは俺はまた地震かと思ったよ夜波が悪いから 妙なものが流行っていけねえからがっちゃいけませんよ松倉町からここまで怒鳴られたのをきっかけにひとっ飛びに飛んできましたはあ喉が渇くぬるい茶をいっぱい八五郎は少し汗ばんだ顔をブルンブルンとなでまばしております筋はわかってるよおめえ残ったから 小崎健三先生に向かってお嬢さんのおしのさんにいい人がなかったんですか隠したってダメですよ駆け討ちでもしようという不敬な仲ですねその野郎は一体どこの野郎でなどとぬけぬけと聞いたに違えねほっ親分はそれを聞いたんですか気がつかなかったがどこで覗いていたんでここにいたよ俺は明神下の俺のうちの障子の穴から本所松倉町を覗いていたわけさ冗談でしょう おめえのやりそうなこった。気をつけるがいい。岡っ引きにも作法というもんがある。作法ですね何しろあのお長屋を見ちゃ、礼儀も作法も考えちゃいられませんよ。小笠原流に歩くと、畳につま先を取られてしっくり消えるし、指でこさえたマス型に鼻を入れると、床下の事務士が健残。恐ろしい長屋ですそんなにひでえのか気の毒な。 6に離れた学者なんてもんは取り,り強盗には腕がなく橋のたもとで歌いをうなるには柄が,が悪い。古文新法な顔をして娘へ小言ばかり言っちゃあ明け盛りのきれいな娘は飛び出したくなるじゃありませんか相変わらずの口の悪い野郎だともかく花からの掛け合いを申しましょう近所の噂や 表通りの酒屋で聞くと、これは家主ですよ。家賃が6つも溜まっているが人柄は立派だしお嬢さんは可愛らしいつい催促もできずにいるんですってブラシ向きなんか見当もつきません人間はおからとなっぱであんなに綺麗になれるもんかってねなんという悪い口だ少しはたしなめ相手は江戸中に響いた学者だ平次も 金がね小崎健三のことは聞いていたのですその高潔さと貧乏と頑固と博識とその学者の子にあんな美しい娘があるとは知らなかったのですがその学者が年頃の娘の縁談を片っ端から跳ね飛ばして娘と相談もしなかったというからかわいそうでしょう。第2章「美しく輝くばかりの娘」を自分の所有物のように 小中の,の玉という賢明な出来合いは娘を死の冒険にまで追いやったのでしょうあの器量ですもの縁談は降るほどあったとしても不思議はねえでしょうでもあの学者先生は一人で取りさばいてピシリピシリとこだわった月の宮殿から玉残しで迎えに来るのを待つように。 姫の美しさと聡明さを過大評価した老中の心持ちは哀れ深いものでした例えば江戸の南人宗と言われた王朝人からも二つ三つの口があったがじいさん最初から町人にやる気はなく剣もほろろだ大旗元御家人は優に及ばず大名屋敷からも奉公に臨まれたが目かけ手かけのある者にやる気はなく 身分や金はあってもバカ息子は娘に釣り合わねえまれには貧乏な職人侍の子おたなもからも話があったがこれは豚に真珠で相手にもされません娘は親孝行な娘だったそうですよ風門が亡くなっても時々はじいさんの晩酌の2号の酒を買ってくると言った七草を持って行って 貧乏どくりを袖の下に隠して帰る姿を見るとはまった家賃のことなどは毛振りにも見せたくなかったと栄の主人は言っていましたよその親孝行の娘が殺されたのも何のためです俺食ってかかってもしようがあるね娘の縁談を片っ端から蹴飛ばしたって時効が来ると日陰の豆もはじけるでしょう着替えの貧乏癖合わせから 身の回りの小道具まで落ち出したのは惚れた男があっても親父へは口も聞けねえし打ち明けて行ったところで消費してくれるはずもねえ治安に余って飛び出したというのは親分の命だが泣くなよハところがおしのを誘い出した男というのがどうしてもわからねえ近所でも知らねえというのかいい娘の相手の男はどんなに皮脂し,しても噂にのるもんだが 悔しいがそれがどうしても分からねえんですよ。弁当もつかねえから変じゃありませんか。まさかあの娘がと近所の衆は相手にもしてくれません。江戸の真ん中で色をして噂にも登らねえなんて、そんな間抜けな話があるもんですか。八五郎なら小格子を除いて二三地は長年中に触れを回す。こいつは妖怪変化でなきゃ、雲井に近きこれ森様といった 滅多なことじゃ、下界に姿を見せねえ。雲井に近きと来たね。種は浄瑠璃の文句だから驚かねえが、近頃おめえの額はうるせえよ。妖怪変幻になると、場所が本所だから八つ目の不思議だ。シャレを言うな。それでどうしたこれなら間違いがあるめえと、あの古文新法に当たってみた。娘の色は誰でしょうとね。すると間髪を入れずに来た。 バカねいや驚いたの驚かねえの鉄線を持っているんですが相手は。